坂佐々木の上田村麻呂、職業俳優。今業界中が注目する実力派俳優だ。関係者に彼の役者としての強みは何かと聞くと、皆が口を揃えてこう言う。坂佐々木の上の一日は深夜から始まる。役者は夜に強くなくちゃいけないってどこかで読んだ気がするんですと恥ずかしそうに彼は語った。彼の気まじめさの一つを垣間見たような気がした。この日も次の役に備えてイメージを整理していた。顔坂佐々木の上は現場に入る前に全てのセリフを体に染み込ませる。セリフを覚えるときに必ずしているのがスマホでの録音。自らの言霊を録音し聞き返すことで第三者の立ち位置から自分を見つめ直す。この非常に高度で繊細な方法を編み出すのにたった3年しかかからなかったというのだから驚きである。そうっすね、ガンペイちゃんっていう役です。ガンペイちゃん、はい、あのサンちゃんのガンコちゃんってご覧になったことありますか？あー、ガンコちゃんです。あ、そうです、そうです。そのガンコちゃんの弟です。あの青いやつ。そうですね。あれの声優さんですか？あ、いや、あ、これまだ発表されないんですけど、実写が決定されまして、僕がその弟役に選ばれたので、そうです。初めてなので映画出演は。あ、映画なんですか？はい、映画ですね。しかも前編後編で IMAX3D で撮られて、予算が60億円。60億円。はい。あ、ガンペイ君、肌青いんですよね。だから少しでも役に近づけないと思って青いものたくさん買っちゃおうかなっていう。坂佐々木の上は肺を鍛えるためにタバコを1日60本吸うという。平成元年、坂佐々木の上家の長男として生まれる。小さい頃から活発で明るく目立ちたがり屋だった。両親から漢字の英才教育を受け、たちまち漢字界のスターダムにのし上がる。しかし勉強よりも T シャツを首まで伸ばす遊びにはまり、覚えた漢字すべてを忘れてしまう。そんな坂佐々木の上に中学校の入学式に転機が訪れる。坂佐々木の上はすぐに演劇で頭角を現す。全国子ども演劇コンクールに中学2年生にして出場。入賞することはなかったものの、舞台裏で審査員の先生からお疲れ様と声をかけられるほどの大絶賛だった。その後演劇に対する情熱は収まるところを知らず、本場ニューヨークで修行をしようと単身渡米。飛行機に乗っている際、気圧の変化によって忘れていたはずの漢字を全て思い出し、学力に対する自信も盛り返したため、翌日ハーバード大学の入試を受け、受験者全体の上位 2% に入る成績で合格。アメリカでの生活もまずまずの滑り出しを見せる。しかし。この年ハーバード大学の合格者の9割以上が日本人。さらにはその全員が演劇を学びに渡米したという異例の事態が発生。大学側も戸惑いを見せ、教授、准教授合わせて26人が自殺した。坂佐々木の上は不満だった。周りには芋臭い日本人ばかり。レベルを上げるどころかこれでは下がってしまう。しかし坂佐々木の上はあることに気づく。ハーバード大学入学からわずか2日で帰国。帰国したその日から毎日腹筋、背筋、腕立てをして自らの体をいじめ抜いた。そして2014年、26歳の彼は東京芸術座の公演
アリスとクリスとモリス・イン・パリスにおいてエキストラの座を獲得。たった一つ与えられたセリフ、おいおい嘘だろを見事に言い切り、観客の涙を誘った。年間劇場公演数2本という数字が物語る彼の溢れ出る魅力が実写版ガンコちゃんによってスクリーンに登場する。坂佐々木上は役作りをするときに外に出る。部屋が臭くて集中できないという発言にも彼の生真面目さが垣間見えた。演技練習をするお気に入りの場所があるというので連れて行ってもらった。悩みに苦しむ時もあるという。一見順風満帆に見える逆さ先の上の悩みとは一体何なのか。やっぱり僕芸歴引っ越して15年なんですけど、もっと俺にはできるはずなんですけど、ここ数年ずっと思ってて、正直言って主役とかでやってみたいんです。メディアで取り沙汰されることはないが、逆さ先の上は脇役が多いというコンプレックスを抱えていた。普段のあの気持ちのいい青年にそれほど深い影があるとは思いもよらなかった。まあガンコちゃん実写化の、まあ、ガンペイ君っていう役もらえたのはすごいありがたい話なんですけど、やっぱ僕としてはどうしても主役やりたいっていう気持ちがあって、ガンペ君に対する役作りとかも正直できてるし、役に対する取り組みだとかも、うちが主役張ってもいいと思うのでやらせてほしいんですけど、なんか事務所とかがまだお前には早いって言ってやらせてもいいんですけで、ちゃんとタバコ吸わない役でした。なんかすぐ役のこと忘れちゃうんですよね、俺。なんかこの前サザエさんのカツオ君の役をもらった時も、現場に髪切るの忘れてて、その場で首になっちゃったりして、だから役者向いてるのかな、もうなんか。やめよっかな、こんなの。あ、はい、もしもし。はい。あ、お疲れ様です。はい、いやいやいや、全然元気です。はい。どうしたんですか。え、水戸黄門。え、水戸黄門役やります。え、俺ですか。やります、やります、やります。え、はい、じゃあお疲れ様、失礼します。ちょ、水戸黄門役待ちました。タバコうまいっすね。やっぱ主役ですよ、やっぱ俺はもう。はい、もう水戸黄門って何歳か分かんないんですけど、俺ちょっと年ちょっとおかしい気がするんですけど、はい、ちょっとあげたいっすよ、マジで。彼の背中は水戸黄門そのものだった。すでに逆さ先の上の役作りは始まっている。彼はこの日ミクシーにこのような投稿をしていた。Some nights I stay up, cashing in my bad luck. Some nights I call it a draw. Some nights I wish that my lips could build a castle. Some nights I wish they'd just fall off. But I still wake up.